この夏シン・ゴジラの公開を記念しまして、日本映画専門チャンネル主導のもと関係各社協力により実現した修復版ということになります。まあ、ゴジラファンにとっても本当に長年の悲願ともいえるものでして、改めて今回の 4K 化に携わった関係者の皆様に感謝したいと思います。さて、ここで撮影の注意でございます。今日はですね、一般の方々でも撮影をしてよいトークショーになっておりますけれども、プレスの方々はですね、トーク中フラッシュをたかない場合に限り撮影してくださって構いません。ただ一般の皆さんはですね、トーク中は撮影をしないでください。最後に撮影をする時間を設けますので、その時私の方でどうぞお取りくださいとお話ししますので、その時一般の方々はお取りください。それではトークセッションを始めさせていただきます。今日はですね、本当に素敵なゲストをお招きしております。皆さんと一緒に作品を楽しんでいただきました。どうぞ前にいらしてください。ゴジラシリーズの都議監督としておなじみ、54年前のキングコング対ゴジラには特撮スタッフとして参加されていました中野照義さん、そして最近大活躍の映画評論家町山智弘さんです。どうぞお上がりください。ようこそいらっしゃいました。中野さんがこちら、監督こちら、監督真ん中で、で監督真ん中で、はい、ということで一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずはもうもはやレジェンドと言っていいと思います、中野徳井監督です。よろしくお願いします。一言お願いします。はじめまして。我々映画の作り手っていうのはですね、たった1回しかその素晴らしい映像を見ることができない。それはどういう時かっていうと、つまり完成者、第1号、これ我々は0号と呼ぶんですけど、その時にですね、初めて、全体のきれいな映像を見るわけなんですね。その感激っていうのが、これがものすごいものがあるんですけども、僕は今回このリマスター版を見て、まさにその時の感激を、50年前の感激を味わわせてもらいました。本当に素晴らしい一瞬でした。ありがとうございます。そして町山さん、お願いします。はい、僕は1962年生まれで、この映画と同じ年なんですね。で、生まれて初めて劇場で見た怪獣映画が、東宝チャンピオン祭りの、短縮版だったんですよ、こちらの。で、その時にすでに60分ぐらいにカットされてまして、そのカットした残りのフィルムがどっかにずっと行ってたんですね。それが初上映から54年ぶりに、今回初めてですね、修復されて、54年って僕の年なんですよ。非常に感慨深いものがあります。はい、ありがとうございます。ではお話お聞かせいただきましょう。はい、どうぞお座りください。はい、今回の日本映画クラシックス、この上映会はですね、日本映画の素晴らしさを若い世代に伝えようということで 4K 版の修復作業などが行われまして上映しているわけなんですけれども、まずはですね、ご覧いただきました感想を伺いました。そして場内の方々にも聞いてみましょう。キングコング対ゴジラを今回劇場で初めてご覧の方は手を挙げてください。いや、ほとんどですよ。ほとんどそうですね、中野さん、ほとんどですよね。いや、だからね、みんな感動してると思うんですよ。すごい綺麗でしたよね。いや、本当にそうですね。作った時のまんまというか、それでね、つまり我々は先ほど申し上げたその、作りたてのほやほやを、いわゆるゼロ号試写っていうんで見るんですけどね、フィルムの世界っていうのはそれから日が経つにつれてどん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 劣化していくんですね。で、汚れが目立ち、それから皆さんご存知だと思いますけども、スクリーンに雨が降るという、つまり傷だらけの、つまりそういう世界がこうどんどんとこう展開されていくんで、我々の手を離れた途端にただ劣化の一度というかね、もう本当に汚くなってしまって非常に悲しい運命をたどるというのが実は
だからこの映画人のあれなんですね。リマスター版によってその町山さん、はい、全ての劇場で上映できるようになったわけですよね。はい、僕これ昔修復したバージョンっていうのレーザーディスクで出たことがありまして、はいはいはい、あのそれはもう16ミリかなんかのポジフィルムを発見してそれを無理やりつないだものすごい画質の悪い傷だらけのやつだったんですよ。こんなに綺麗なものを発見されて劇場で見れるなんて、まあ、なんか夢のようです ね。本当そうですよね、はい、さあそこでですね、中野さんは54年前のこの作品に制作スタッフとして参加されていたということなんですが、お立場は助監督、助監督、上映1年生でね、でこれどういうわけだ、1年生、そうです、あ、そうですか、でこれどういうわけだか、ちょっとその前にいろいろ苦労した結果なのか、円谷さんにぜひお前来てくれということで、ついた作品ですね。そうですか、まあ、ゴジラとしては当時7年ぶりにゴジラの逆襲から復活してキングコングと戦うということで、スタッフの皆さんのムードはどうでした？ゴジラってのはご存知の通り、最初の第一作第一話ゴジラっていうのがあって、でその後、ゴジラの逆襲っていうのが出るんですが、でこれがどういうわけかこうあまり成績が良くないということで、で、それ以降ずっとゴジラは作られずに来たわけですね。でスタッフにしてみればですね、一生懸命やった結果なんで何とかやりたいとみんなが思ってたっていう時にこの話が舞い上がったっていうんでね、はいはい、これはまあスタッフ全員やる気というか、うん、その気で頑張ったのがこの作品だと思いますね。これ町山さん、そもそもアメリカの方から企画が流れてきたんですってね、はい、これもともとキングコングを最初に作ったウィリス・オブライエンというもう最初のオリジナルの人が企画してたものなんですよ、うん、それはね、人造人間とキングコングが戦うというキングコング対プロネメテウスという企画だったんですが、そう、まあ制作費とか集まらなくて企画だけは流れていって東方に流れたんですよね、はい、でそこから、まあ、フランケンシュタインバラゴンとかも全部同じ企画書から発生していくんですよ。そうなんですか。でこれはもう最初から全世界公開の予定ですよね、このキングコング対ゴジラ、はい、そうです。これは東方の森洋さんがですね、この人のその念願というかどうしても世界に売れる映画を作りたいということで、ここにその、キングコングという絶好のスターキャラクター、そうですよね、当時の世界的スター、当時の世界的スター、まあ、このキングコング戦でゴジラ対なんとかっていう、こう、いわゆる戦いの構図のゴジラシリーズが確立したと言っていいわけですね。いいですね。これはまさにこの本 の関澤さんの功績だと思いますね。なんでゴジラ対キングコングじゃないでしょうか。日韓戦と韓日戦じゃやっぱり日韓戦なんですよね。そうですね、これキングコングのギャラが確かすごい莫大な金額だったんですよね当時、うん、という話聞いてますけど、どうも監督がその辺の方はあまりよく知らないんですけど、一応その当時はあれですよね、ベビーフェイスっていうか善玉の方が名前が頭の方に来る、でモスラ対ゴジラとかだもん、ね、キングコング対ゴジラってなってるんですよ、はいはいはい、あ、やっぱそういう感じなんですかね、はい、ただ中野さん日米決戦ですから、まあ、絶対に負けられない戦いという中 で、 うで、ね、これ最初はゴジラが勝つストーリーだったって話を聞いたことあるんですけれども、あ、はいはいはい、はい、そうです、なんか痛み分けみたいな結果になってますけども、うん、でこれはきっとね、制作陣のこう思い入れがあったんだと思うんですが、このあと続くといいねというね、そういう思いを込めたこれ実はラストシーンなんですね。だから結末はあえて出さなかったという、それで実はこのパターンがずっと以降最近のねご出演になった作品まで続くという結果になるんですけどね。まあでも日本人としてはきっとゴジラは勝ってくれるんだろうなっていうような、まあ、この時はですね、町山さん思ったと思いますよねきっとね。これゴジラ勝ったら日本壊滅しますからね。これはゴジラ負けないとまずいと思います。確かにね、はい、
まあ、のゴジラの中に入ってた中島貞夫さんはゴジラが勝ってるってあのインタビューで答えてて、なぜならば落ちた瞬間俺が上だったからっていう あの人いつもそうで、そうあのモスラの時もそうですよね、うん、あのモスラってね、こう電車みたいにして何人もの人が、なんていうんですか、こういうふうにこう、はいはいはい、動いてるんですけど、あのモスラの中には何人かのうちの一人でしたねっていうふうに、言うとですね、いやでも先頭だったから俺はっていう人なんでだから何、まあ、と思いますけどね。スーツアクターさんプライドがあるんですけど、このキングコングの方には広瀬章一さんという方が初めて入ったと、ね、はい、なかなかお上手でしたけれども、はい、うん、これはあの広瀬章一という、東方のこれはあの大部屋の俳優さんなんですけどね、はいはいはい、でこの時ね、実はね、あの中島春夫さんが、中島春ちゃんが実はキングコングやる予定だったんです。あ、先に、あ、実は中島さんの方がキングコングやるはずだった。それでね、こうでその中島春夫キングコングでやろうとしてスタートしたんですけども、どうもね動きが基本ゴジラなんですね。あ、それでね、円谷さん以下スタッフ悩んじゃいまして、ね、これな、お前じゃあこの際入れ替ってもらおうっていうんで、うん、そのゴジラに入る予定だった、あのこれはあの広瀬さんが通称、うん、あの通称ソロモンって言うんですけどね。ソロモン、ソロモンさん、ソロモン島からあのキングコング来ますけど ね、はい、まあその辺がこうね語呂合わせになったかどうかは別にして、でということで入れ替わったという。普段から猿っぽい人だったっていう、こう伝説がありましたけどもはい、そう言われてみりゃそれ僕の口から言うのはあれだけどもとにかく朝の挨拶から猿っぽかった言われてみれば。そうですか。町山さんは金吾寺のどこが好きですか。はい、僕はとにかく最初に劇場で見た、うん、まあ、怪獣映画なんですけども、コメディってとこですよね。あ、そう。それとやっぱりその大企業が宣伝のために怪獣で日本で戦争させるって、それ法律とかどうなってるんだと思いますけど、このアイデアはすごいなと思いますね。確かにあのテレビが 2,3 年前にこう一斉に放送を始めて、まだこう黎明期の頃にもう視聴率だ広告だっていうことがかなりしっかりと織り込まれてまして、まあ、なんといっても有島一郎さんですよね。全てをタコ部長、キングコング対ゴジラ対有島一郎みたいな、はい、そういう映画になってますよ ね。やっぱりあの喜劇っていうことを理解している人なんですよね、はいはいはい、うん、だからそれがもう前編に出てたと思います、ね、で皆さんと僕も初めて劇場で、もう当然僕は劇場で初めて見たんですよ。ああ僕一つ年下なんで、あ、はい、生まれた時はまだ1年後に生まれたんですけども、結構みんな笑って見てるのね。その有島さんもどうだけども、キングコングのところで結構笑いが起きてて、はい、あ、この映画ってここでみんなと見てると笑えるんだっていうのが発見でしたけども。あ、それはね、なんかあの海外でもそうだったらしいです。あ、そうですか、ええ、なんかねフラフラしてるんですよキングコングフラ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 ほにゃほにゃで、僕ちょっとすごく疑問があって、うん、キングコングが最初にゴジラと戦った時にはすごい手が長いんですよ。ああ、でも東京に上陸すると短くなってるんですよ。あれはどういうことなんでしょうか。これね、あまりその辺つつかないでほしい。もう50 まあもう54年経ってるぐらいいいんじゃないですか。つつかないです。もう、ね、今日やっぱ大きなスクリーンで見てると余計気になるわけですよ。そうです。あの、ね、要するにあのご存知、あの猿は手が長いんです、はいはい、だからあのロングはあの長い手で行こうと、はいはい、それであとはあの寄りになってクローズアップになった時にはこれはやっぱりあの素手の方が動きやすいと、はいはい、いうことで人間サイズのあの短さになるわけですね。はあはあ、だからこれをね取り替えるタイミングがね、どこで変えようかここじゃまずいだろうそうかなんて言いながら最後までどれが良かったかっていうのは分からずじまいっていうのがスタッフの本音なんですね。そうですか。私の本音はどこで変えてもまずいだろうという、でも町山さん、はい、あの長い手はいいですよね、はい、あれマジックハンドみたいになってるんですか。なんかこうどんなふうになってるのか、中で操る形なんですか。マジックハンド、そうですね、あのつまりこう、こうなってて手元でやって先があるね、あワイヤーみたいなのでつながってて、これね今あのよく
あの町の、はい、あのいわゆる何でも屋さんで売ってる、はいはい、なんかこうあのロングのものを取るっていうこういう先が動いて手前についた、はいはいはい、つまりあれのちょっと精密なやつです、ね、ああはいはい、であれはねいいんですけども、はい、持ってる本人がねこのこういうふうにあの横棒を持ってるんでね、はははで、これがねあの上下の場合はピュンピュンピュンってこう動いちゃうんですよ。あ、はいはい、だからこうやって殴るアクションの時は、はい、手が逆に反っちゃうんですね。ああ、それあれは失敗だっていう、はいはい、じゃあどうしようかっていうんでこれはあの、はい、中島春ちゃんとあの2人で、はい、競技の結果じゃあ殴るのを少し斜めに持っていこうと。あ、だからこのまんまこうボンと殴ったら曲がっちゃうんだけども、はいはい、これを斜めに持っていくことによってよしその時俺がそれを受けるからそれでお前ひっくり返れみたいな、あそういう打ち合わせをやりながら撮影したのをちょっと思い出しますね。そうですか。 あとコングの質感の毛がかなりリアルな感じだったんですけども、ええ、リアルって言いますと、うん、いや本物っぽかったけど生物感がすごく本当の毛皮みたいな感じがしたんですけども、ええ、あれはあの本当の毛皮じゃないんですけども、あれ実はね、はい、あのサボテン の表面っていうんですかね、うんうん、はい、サボテンの一番表面についてる毛を利用して、はい、あ、そうなんですか、ね、でこの体に直接生えてるのはこれは完全なナイロン製のプラスです、はいはい、あ、そうなってるわけですね。特撮が本当に長い時間豊富に入っている作品だと思うんですけれども、うん、そうですね、特撮のこう何か思い出みたいなのは中野さんどんなのがありますか？あ、これはね、実はねこれあの円谷さんにはねここへ登場するタコへの思いが強いんです。あ、タコ、大凧、はい、はいはいはい、だからおそらく皆さん今ね、はい、ここではそのあのタコの方はちょっと忘れた感じで今お話は進んでたんですけど、はいはいはい、進んでました。円谷さんの頭の中にはこのタコだったんです。つまり本物のタコを使うという、うん、本当本物のタコというよりもタコへのこだわりです、うん、タコへのこだわり、でこれはどういうことかっていうと、円谷さんがもうそのなんていうか、ずっと考えてた、あの映画の、はい、あのいわゆる主人公と、はい、いうことで、でこの実はタコを使ってというね。でそれをですねずっと考えてたのをあのプロデューサーの森さんが聞きつけましてね、はい、じゃあそれ行きましょうっていうんで入れようよと、でこの映画本当はねあのゴジラでも何でもないんです。タコなんです。あ、はいはい、タコ、あれね、海外では非常にあのタコが受けた人気だったんですよ ね、 いやでも本物を使ってそのミニチュアを壊させるっていうのは、なかなかこれ大変な技だと思うんですけども、だからその辺がね円谷さんの執念というかね、もう昔からやりたいのをやっとできるようになったという。だから円谷さんにしてみりゃね、はい、そのキングコングよりもゴジラよりもむしろタコなんですよ、タコの方、だからねあのタコを撮影するのはねこれも大変だったんだけども、これ実はあの、はい、あのよく動きますよね。でも結構動いてる。水の岬にですね、岬にあの漁師さんから、はい、あのタコをいけすごと買いましてね。何匹ぐらい、はい、おそらくね 40〜50匹そんなに入ってたと思います。でそれをですねで東京まで持ってくると弱ってしまうんで、はいはい、とにかく円谷さんとしては、はい、とにかくその元気のうちにやりたいんだということで、じゃあっていうんでその生けすのそばにセットを作りましてね、はい、だからここに出てきたあのタコが最初こう、はい、わーって動いてるカットがあるでしょ、はいはい、あれ実はあの生けすのそばの、はい、にあれと畳2畳ぐらいのセットを作りましてね、はいはい、でそこにその、タコを引っ張り出してきて置くわけです。ところがですねタコってのは大変なんですよ。いやそうですよねきっとね。これはね動かない、動かない、どうやっても動かない、でこっちからこうあの棒の先に針でつついてこうつついて、うんうんうん、何しても動かないんですよ。でこれね一日やったのかな、それで円谷さんもダメかやっぱりタコはって時にね、これやっぱりあのスタッフの一人がね、じゃあ最後の手段やってみようっ
ていうんだよね、はあ、あの、はい、あのピンライト、はい、ピンライト、あのライトの細い、はいはいはい、これをね目に当てたんですよ、はあはあはあ、したら途端にブワーってきちゃった。だからこれはですね、タコを動かすには叩いても引っ張られても動かしてもダメだと、うん、光を目に当てる、もう光でいいという、はあ、それでやっとの思いで撮ったのがここへ出てきたあの3カット4カットぐらいですね、はいはいはい、あのふにゃーっと動くのと元気な、あら、それはあれですか、あのタコは終わった後に何か息づくりで食べたとか、そういう、そうなんですよやっぱ食べた、これがねもうあの制作部という大変ケチなセクションがいましてね、これせっかくだからもったいないっていうんでね、残った残りを全部あの泊まってた旅館の板前さんに渡しちゃったんですね、はい、あ、はい、したら板前さんがこれに凝ったはいわゆるタコ尽くしです、ね、タコ尽くし、生から焼くから何からそれを全部作ってでこれをね2日間食わされたんですタコばっかり、うん、食わされたって預ければそうなりますよね、イケスごと買ってるから、買ってるからね、うわーすごいな、それで、ね、だから僕未だにタコ嫌いですでもそれで有島さんタコ部長なんですかね。さあその辺はどうなんですかね。ただ要するに円谷さんはタコタコというこだわりをずっと打ち合わせの時からやってましたから、か、うん、町山さんはキンゴジでどの特撮がお好きですか。僕はですね、あの原住民の女性 の, あの非常に美しい特撮が子供の頃にショックを受けまして、はいはいはい、あの根岸明美さんという、まあ、ダンサー出身の女優さんですね、獣人気男とか、はいはい、あとジョセフ・フォン・スタンバーグ監督のあなた班でもヒロインをやってる人です、はいはい、獣人遊戯とかもう見られないじゃないですか。今見られないですよ。そう封印されてるから封印されてますからね、まあ、そんな方が、はい、やってきれなかったいますもんね。もうここで一人だけもう綺麗なね方がいて、まあ、結構あれは僕はドキッときましたけど、当時は全然特撮じゃないじゃないですか、ね、特撮じゃないですね、はい、でもあの土人のこの、はい、いわゆるね、はいはい、あのいわゆるモブシーンっていうのは全部特撮なんですよ、はい、人数がたくさんいるんじゃないですか。いるやつもそうですし、ね、もどういうことか、増やしてるってことですか。つまりあの合成で、あ、増やしてるんですか。合成で増やしてもいるし、それから CG と一緒だ、それからあとは、はい、あの背景のあるカットですね、はい、あれマットですか。マットで、マットです。絵描いてて、え、絵を描いてマットで人を増やしてるってことですか。マット画で、いや背景、当時はねそんなことできないんですよ。あ、できない。あれを要するにあの、はい、あのダブルエクスポージャーっつって、はいはいはい、あの26個ですね、はい、26個を5回ぐらい繰り返して、ああ、そっか、それでダブらして振り回す。そんなことですか。たくさんいるの、あれ実は少しかいないんですか本当は。いや、それを増やいや、そんなことないですよ、基本はね、はい、だけどもある人から後ろっていうのは合成足して、ああ、それすごいの、分からないですよね。いや、今ちょっと大変なことに指示が来たんですけども、はい、そろそろ終わってくださいと。終われないですよね。そうですよね。あの、もうちょっと続けてもいいですか。あ、いいですか。あ、そしたらですね、よかった。あ、お二方とも時間大丈夫ですか。はい、あ、僕は全然大丈夫ですよ。そしたらですね、最初にフォトセッションを行います。カメラマンの皆さんは都合がありますので、そのカメラマンの皆さんのフォトセッションを行った後に延長戦に入りたいと思いますので、はい、まず、あ、いいですよ、はい、まずは、はい、あのすごく気になったのは東北本線のシーンで、はい、あのわざわざミニチュアを使ってますよね。本物撮ればいいのに、ああいうとこって円谷さんの映画では本物を撮ればいいのにわざわざミニチュア撮るシーンって多いですよね、うんうん、そうですね。